別にベースタウン、どこまでだって行けるから、Walk through the sleepest town、 すれ違う笑顔数えて。スヌーズ止めてぼやけた街を背に、片手にハンドル、カフェラテの香り、行き交う車はまだまばら、矛盾だらけの日々、振り回されてばかり、こんな時だからこそ旅に行こう、自分のハートで感じて動いて、まだ見ぬ景色を見に行こう、hey. Rainy day, sunny day、 何もかもが今は向かい風、すべて乗り越えて行けたら追い風、誰も彼も今はただただ波に揺られて、オーショーバーに。さあ久しぶりの再会でございます、はい、ダブストスタジオ、はい、いやー今回は YouTube ライブではなく収録ということで、はい、そうですね、はい、さあ久しぶりのダブストライブでございますけれども、そうですね、どうですか、何年ぶりですか、これ1年空きましたかね、空きましたね、1年半ぐらい経ってますか、経ってます、でも久しぶりですね本当ですね、なんかこのスタジオのこの風景も、そうですよ ね皆さんからもなんか懐かしく感じられる方も多いんじゃないですかね、今日はですね、はい、まずはやっぱ新曲のリリース、もうすでにリリースなってる楽曲、ね、チリーウォーク、はい、まあ、ここを深掘りしていきたいなと思います、はいはい、次の回からはまた、ね、次出る新曲の、そうですね、はい、どんどんフォーカス、一曲一曲にちょっとフォーカスしながら、うんうん、ダブスト YouTube スタジオ進めていきたいと思います、はい、まずはですね、はいはいはい、リリースしました3月ですね、そうですね、リリースいたしましたチリーウォーク、うん、チリーウォーク、はい、しゅうちゃんが全くこのタイトルを覚えられないでいろんな呼び方してましたけど、このシティウォークとか、そうですね、ハッピーウォークとか、はい、ストリートウォークみたいな、もう全くチリーウォークを覚えないで、うん、あのリリースとなりましたけれども、うん、そうなんですよ、もうホワイトデーにそうでしたね、リリースして、ええ、なんかシュレッとリリースだったっすけどね、そうですね、はい、ホワイトデー、どんなホワイトデーお過ごしでした、うんうん、なんか仕事してましたよね、仕事してましたね、そうですよね、うん、ホワイトデーってどういう日なんですか、もともと向こうではホワイトデーってあんまちょっと感覚違いますよね、そうですね、うん、飴をあげるんですよね、そうです、お返しとして、あげたことないですね、好きな飴は何ですか、僕あのもう廃止になってしまうチェルシー、ヨーグルト味、ああいいですね、これなくなっちゃうみたいですね、うんうんうん、緑の方ですね、ヨーグルト、そう緑の方ですね、ミルキーはこうちょっとやっぱ詰め物が取れちゃうの心配があるんで、うんうんうん、確かに確かにね、じわじわ来たじゃじゃ来た、そうだよねそうなんだよね、わかるわかる、そうか、そんな、まあ、ホワイトデーにチリーウォーク、はい、ちょっとまだ寒いね時期が続くんで、うんうんうん、4月って言っても日本寒いですし、そうですね、5月になってちょっとゴールデンウィークぐらいから暖かくなるんだけど、うんうん、結局あのグリーンルームの5月末ぐらいは晴れて6月ぐらいからまた梅雨、うんうん、7月も意外と寒いんですよ日本って、いやだから夏って1ヶ月半ぐらい2ヶ月もないんじゃないかな、なんですよね、まあ、まあそれは置いておきまして、そうそう置いておきましてですね、どうですかシティウォーク、はい、はい、できましたけど、もう曲名間違えてますからねのっけから曲名間違えてますから、はい、ごめんなさい、うん、
なんていう曲でしたっけ。シティウォークです。あ、それも間違ってるんですけどね。なんでだっけ。なんでここにあの蜂蜜パンが置いてあるんですか。ごめんなさい、食べ残っちゃって。あ、勇気さ食べようと思って。なんでバナナ持ってるんですか。どっちか食べるかなと思って。もう本番始まってますから ね、 食べないで持ってますけど。なんで蜂蜜パンとバナナ持ったまま、ごめんなさい、おやつだ、ね、やっぱりゴリラだから。バナナ持ちながら番組始まる人いないですよ。こっちにしますね。蜂蜜は持っていただいて。チリウォーク、いかがですか。どういう思いで、どんな曲ですかね。ね、うん、あのやっぱもうノリとこのダンサブルで、うんうん、あの僕らにはなんかこう似合ったトラップしてるなっていう感じですかね。やっぱ冬に聴きたい曲、そうですね、になったかなっていう、うんうん、で僕はあの今日の今日は色違いのね、うんうん、あのセーターなんですけど、ね、はい、もう一個ありますよ、ね、あ、そう、グレーと、ね、はい、3色、ね、同じ形色違い結構集めちゃうんですよね。あ、でしゅうちゃんがちょっとあの秋空っぽい、うん、オレンジと、そうですね、うん、差し色で合わせてくれた。すごいお互いこれパステルな、うん、そうですね、うん、ちょっとプライベートでは着れないですね。そうですね、僕もプライベートでこの青いセーター着れないかな。 もうあれはやっぱ似合ってますよ。この形も色も、サングラスもこの時用だけのサングラスなので、うん、合ってますよ。あ、これとかプレゼント出しましょうか。チリウォークの時かけてるサングラス、僕サイズが合わないんで、うんうん、1回きりのサングラスなので、もしあれだったらこれチリウォークサングラスをちょっと、そうですね、概要、うん、概要欄なんで後ほどでも。いい歌ですよね。今日は寒空が暗くなってきた頃、ふわ、うん、うんうん、しゅうちゃんのところでやっぱりあのしゅうちゃんラップのところのあの商店街の畳みかけていくあのシーンとかっていうのはやっぱ僕グッときますね。はい、僕のバースのところ、ラップのところはあれですね、桜商店街の、うん、お肉屋さんと木村屋の駄菓子屋があるんですけど、ね、はあ、はあ、まあ小学校の頃、まあ、学校行かないでずっとその駄菓子屋いましたんで、何やってるんですかその時駄菓子屋で。入り口寝てますね。寝てるっていうか、あの可愛がってもらってるんだ。そうなんですよ、すごいいい人、いいおじさんで、ジャンプの上とかで寝てたりもしましたね。すげえ漫画みたいですね。はい、ドンドンドンって来るんでその上寝てたりした。ジャンプの上に、はい、へー、あと20円ゲームとゲームの間で座ってたりとか。うん、それ小学校何年生ですか。小3から小5ぐらいですか、ね、なるほど。なんかそういう音に聞こえたというか、うん、なんかまあ思い出深いラップで、あの パートというか、うん、バースですね。見えないものと見えるものと、はい、だから僕は分かるんですけど、あの聞いてる人が分かるかっていうね。いやいやいや、いいいや、いいですよね。皆さんのなんか近所のね商店街とかね、こう照らし合わせて見てもらってもいいんじゃないですかね。うん、僕はやっぱその駄菓子屋に入り浸ってたんで、うん、思い出濃いですけど。新曲チリウォーク、まあここで一旦 MV 見ていただきましょうかね。そうですね。そうですね。見てもらいましょう。案ずるよりも有無が易し、はい、百聞は一見にしかずということで、はい、チリウォークの新曲 MV どうぞ。いい色だね、青が。これいい色だったですね、うんうん、これやっぱこうハワイから帰ってきたばっかなんで色がしっかり黒いよね。これどこなんですか、このコーヒースタンドは。ね、ポートという、はい、はい、まあ、そんなら郵便です。これ、これプライベートでこのピンクのやつ着ないな。でも似合ってるよ、ほんと、うん、うん、まあそもそもこのジャケット着てもキャップかぶってんのかってとこあるけどね。これジーンズは RTA ですね。
風景、寂れた商店街のシャッターを照らす黄色い街灯、タイムスリップしたような都心のど真ん中の抜け殻、食べられた肉屋の唐揚げと粋な駄菓子屋のおやち、過ぎていく日々に立ち止まりふと思いに浸りたく、見えない光に見える笑い声に賑やかな笑顔を感じたく、俺らが向かう行く末はどこへ明るい希望を抱きたく、半世紀先に見える姿へ輝くともしびや、 Let's go Walk through the sleepiest town、 どこまでだっていけるから、Walk through the sleepiest town、 すれ違う笑顔数えて、 Walk through the sleepiest town、 色づく街を抜けるまで、 Walk through the sleepiest town。 この女の子もいい感じですね。ライブの時来てくれてましたね。この笑顔はいいですよね。背も高くて、このサングラスはじゃあもう、じゃあこのサングラスはもう今回ちょっとプレゼントに出しますわ。なくなってないですよ。まだまだなくなってないですね。僕大体全部あげちゃうんですよね、うん、あとしゅうちゃんの車に置き忘れちゃうっていう、ね、3、4個ありましたよ。ありましたよね、はい、まあの、うん、MV の制作秘話と、あの代々木公園がちょうどね、はい、真冬でね、そうですね、あの木々にこう葉っぱがついてなくて、うんうん、ちょうど本当に寒空が暗くなってくる前の、うん、そうでしたね、うん、この日そこまで寒くなかったですね。そうね、今の方が寒いぐらいじゃないですか。あのいい景色、あとね、代々木のあのちょうどこう渡る公園のね、そうですね、立橋です、歩道橋のところの上で撮影したり、うん、公園と NHK のね、うん、つなぐ、なんかスムーズだったよな。そうですね、この日でも違う PV も撮ってるからね。そうなんですよ、ね、違う MV も撮ってて、そっちは結構難航しましたね、うんうん、これはまた新曲の方でまた話して。そうですね、はい、そんなにストレスもなく、うん、あの曲に合った場所でね。そうですね、まあそんなところでどうでしょう、はい、質問コーナーに移ってよろしいでしょうか。そうですね、ちょっとインスタグラムの方で質問募ったので、はい、そこをちょっと聞いていきます。うんうん、まず1個目、はいはい、京都でライブはありませんか。したいですね。いいですね。今日ありますよ。大阪は前回言ってますけど、京都でももしこんなところがいいよとか、ここでダブストライブしてほしいっていうところを逆に教えてほしいかも、みんなから、うん、あ、いいんじゃない。そうです ね、みんなから逆にダブスト、ここ来てください、あ、ここのロケーションで歌ってほしいですっていうのをちょっと募ります。今の質問に対して、そこで、うん、その場所があったライブ京都でやりましょうね、はい、京都とか私のこの佐賀のここ来てください、海辺のこのカフェいいんですとか、はいはい、そういう情報教えていただいたらそこを僕ら借りますんで。もう京都言うたらもう世界有数、もう世界ダントツの綺麗な街ですから、うん、静かな。できないですかね、金閣寺でライブとか。やりたいですよ ね、はい、清水寺でライブとか、うん、でもあるんじゃない京都ね、うん、京都行きましょう、行きましょう。そうだ、京都へ行こう。はい、はい、続いていきます。はい、マイクロさんとシューちゃんが一番嬉しいことは何ですか。一番嬉しいこと、どうですか。めちゃくちゃいい波に乗れる、チューブの中に入る、次の日のことを何も考えずに寝れるとき、7時間ぐらい寝れるとき。シュさんは何ですかね。楽しいことですか。一番嬉しいこと。嬉しいこと。一番嬉しいこと。うーん、ちゃんと素直に答えてあげてください。そうですね。嬉しいことは自分のことよりやっぱ人のことですかね。人に何かあったとき嬉しいですかね。シュちゃんよくやっぱ自分が役に立ってると思う。うんうん、誰かの役に立ってるっていう、そうですね、のがやっぱり生きがいを、見返りを求めてるわけじゃないですけど、そうね、うん、本当にしゅうちゃんのおかげです、ありがとうございます、そのありがとうが嬉しいか、うん、そうですね、うんうん、すいませんちょっと急に真面目な、いやいや真面目な話してくださいちょっと、はい、続きまして
じゃあ次ラストにします。はい、わかりました。またあの次回もある。はいはい、わかりました。曲を作るとき2人とも歌詞書いて決めるんですかって来てます。あ、詞が先な時も、詞先と言われて詞が先な時もあれば、曲先と言って曲が先な時もありますね、うんうん、そうですね。ね、しゅうちゃんの詞から生まれる楽曲もあるし、うんうん、そうですね、言葉があったら言葉には本当にいいメロディーが乗っかってたりするので、うん、そういうものはその言葉から生まれる時もあるけど、そうですね。あとやっぱ長丁がね、ぐいぐいリーダーシップあのねこう引っ張ってくれるので、長丁が楽曲を提案してくれて、また他の作家さんからねこういろんな候補が上がってくる楽曲とかをこう聞いたりもしたりしてですね、まあ曲線が多いですかね、ここ最近は。最近はそうですね、ね、うん、ですね。ありがとうございます。はい。さあ次回のねリリース曲についてはですね、はい、リストアップという曲がリリースとなります。そうですね。はい。もうどしどしね毎月リリースされていきますけれども、はい、はい。はい。次はリストアップですよ。4月の中旬ぐらいですかね。うん。うん。あの4月もホワイトデーみたいなのありますか？4月はもう、もう入学式、入学デイみたいな、うん、エイプリルフール、春、うん、咲く花見、うんうん、そんなシーズンですかね。新学期が始まるシーズンですかね。そうですね、まあ、日月にかけてとかね、うんうん、まあ、憂鬱だったり心のね病持ってたりとか、うん、まあ、新しい新学期を迎えるのが億劫だったりね、うんうん、そうですね、学年が逆に上がらないとか、うんうん、浪人してこの、ね、春も来年の春までなんかこう何も変わらないような、うんうん、そうですね、そう思ってる人とかですね、うんうん、まあ、あのリストアップについては、はい、あの楽曲を聴いていただいて、まあね、また次回、はい、あのいろんな話を掘り下げていければなと思います、うん、あとまあ3つ、あるとしたらあれですね、インスタあの質問をどしどしいただきたいですね、うん、そうですね、僕らがこうできることっていうのはやっぱ質問に僕らの言葉で答えていくっていうことだと思いますんで、うん、その質問をどしどしいただきたいのと、そうですね、あとできればねこういろんなところでライブもできたらしたいなと思ってますので、はい、ぜひあの DM でラブストのオフィシャルインスタに DM を送っていただいたら、はい、みんなチェックしてますので、はい、この場所だったらライブできるぞ、はい、みたいなのを、うん、いただきたいですね、うん、この景色良くないですか、うん、とか、うん、そうですね、うん、ここ、まあ、うん、お手伝いしていただくことになりますけど ね、 そうですね、もちろん場所も提供していただきながらみんなでこうね、ライブを作っていくみたいな感じもあってもいいんじゃないですか。いや、いいと思いますね、すごい。あとはね、こう新曲リリースしてますけど、僕らも、SNS や活動が止まってるわけじゃないですけど、はい、まあ、最近は頻繁にね、そうですね、はい、リールを、そうですね、インスタのショート動画が週3本ぐらい上がって、はい、コンスタントに上がってきますんで、はい、はいはい、ラブストなんか TikTok あまりやってなかったですから、はい、TikTok これも再開しましたね、再開しましたね、ぜひともインスタのみならず、うんうんうん、TikTok フォローしていただいて、そうですね、はい、やっとパスワード分かりましたんで本当に申し訳ございませんでした、はい、アカウントあっても開けないみたいなということですので、フォローよろしくお願いしますっていうとこですかね、はい、あと放送、はい、次回これ毎週毎月1回ずつやっていきたいんですけども、はい、次はリリースの日に、放送したいなと思ってますので、そうですね、はい、リリース日がまた決まりましたら、うん、告知しますので、はい、また次週も楽しみにしていてください、はいはい、それでは皆さんまた来月、はい、ダブストスタジオでお会いしましょう、うん、ダブストのマイクロとシューでした。俺らが向かう行く末はどこへ明るい希望を抱きたく、半世紀先に見える姿へ輝くともしびや Let's go! Walk through the sleepest town どこまでだって行けるから、 Walk through the sleepest town すれ違う笑顔数えて
Walk through the sleepless town 色つく街を抜けるまで Walk through the sleepless town 暖かいのは inside